文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、皆さん、あの日のザファーストを見ましたでしょうか？ Hulu でね、今日からやってましたよ。最初ね、ジュノンくんの回でしたけれどもね、47分ほどで結構ボリュームたっぷりにやってくれましてね、まあこれがね、まあ最高でした。最高なのだがって感じでした。いや、これさ、ほんとマジね、やばいですよ。あの、ジュノンくん推しってわけではないんですよ、私ね。あの、まあ、多分、ジュノンくん、歌が上手い子だなっていう話はね、もちろん知ってますし、未経験でジュノンくん歌上手いなっていうところの話、ダンスは苦労してたなっていう、そういうイメージはあったんですが、未経験枠では私、レイちゃんがね、結構気になっていた方だったんで、ジュノンくんそこまで実は注目はしていなかったんですけれども、ただまあ、あの、BE:FIRST 入ってみたら歌面として絶対に必要な子だなっていうのは思うんだけれど、でも、ジュノン推しってわけではね、あの、なかった私ですけど、これ見たらね、気になっちゃいますね。いや、そんな感じですよ。でね、ジュノンくんの話がもちろんメインなんだけれども、ね、あの、11人全員っていうのは、まあ、いわゆる BE:FIRST の7人に加えて、翔太くん、蘭くん、るいくん、れいくんの4人も加えた11人で話をしていたので、あれ、あの、BE:FIRST 11人グループだっけみたいな、結構最初の方ボケボケになっちゃったところもありつつで、いい番組でした。はい。で、まあ、あれですね、今このようにたくさん話していますけれども、まだ見てない方もいらっしゃるかもしれませんので、あの、まあ、アイキャッチをした後に内容に触れてまいりますので、あの、まあね、私のこの興奮ぶりを見て、あの、先に聞いちゃったらやべえって思う方もいらっしゃると思うので、あの、もしその方は一度動画止めてもらって、あの日のザ・ファーストジュノン回を見てから、それから改めてあの動画を見ていただけるとっていうふうに思いますね。早く語りたくてしょうがねえぐらいだ。はい、じゃあとりあえず一回アイキャッチを入れます。で、その後は内容について触れていきますので、ご注意ください。はい、というわけでね、あの日のザ・ファーストですが、多分これは11人分全員やるんでしょうね。まず BE:FIRST の7人をやってから、もしかしたらその後で翔太くん、蘭くん、れいくん、るいくんをやっていくのかもしれないなっていう気もちょっとしてる。で、なんか、あの、最初に、一番最初にね、番組の一番最初にみんながね、ハイライトになるところを喋ってたりしたんですよね。NiziU もそういう同じような感じのがあってね、その、なんかちょっとそれが懐かしいなっていう風に思ったんですけど、あの、それ見てたんですけどね、当時NiziU をしてたんでね、ぶっちゃけ言っちゃっていいですか、あの、NiziUのやつより抜群に面白そうだなって今の段階でも思ってます。いや、あのね、NiziUのファンの方は、あのね、あの、特に体があるわけじゃないんですけれども、まあ、私がどうしても今ベスティーですからね、ベスティーノになっているからっていうのもあるんですが、まあ、ちょっとそう思っちゃいましたね。正直に言っちゃいました。はい、面白そうです、むちゃくちゃ最初からね。うん、はい、興奮気味です。で、あれですね、ジュノンくんね、まあ、あの、一番最初の審査、二次審査の時からね、スカイハイさんと対面でやったあの歌の審査、あの、雪の花をね、歌った時のやつですけどね、あの時からの話があったんですけど、あのね、改めて思うんですけどね、就職先決まってたわけじゃないですか。その就職先もいいところだったと思うんですけど、あの、そっち行かなくて本当に良かったなっていうね、うん、思います。うん、なんか本当に BE:FIRST として、アーティストとしての人生を歩んでくれて、本当に選んでくれて本当に良かったなと思います。やっぱね、うん、まあ多分この、ジュノン推しじゃなかったと言いつつ、昔からジュノン推してるような感じの喋り方今してますけど、あのね、この番組見ちゃうとね、なんか自分ジュノン推しだったんじゃないかなと思っちゃいますよね。いや、ぶっちゃけほんとすごかったからね、この番組はね。でも二次審査の時から本当にすっごいスペシャルな歌声ですね。で、なんか実際あの、あれだったらしいですからね、試しに受けてみようみたいな感じで、AAA が好きだったからみたいな感じで、で、なんかちょっと褒められたのを覚えてるけど、みたいな。だ、そんな感じで、まあ、なんか結構あの、とりあえず そこまでがっつりやろうってんじゃなくて、いい経験としてみたいな感じで考えたらしいんですけど、そこでスカイハイさんをうならせるほどの歌声出すんだから、やっぱりスペシャルなんだなって思いましたね。で、三次審査のあの、七色ホリデー歌った歌唱審査もね、あれもいいものを聞かせてもらいました。あのね、ぶっちゃけね、多分1分半ぐらいの歌だったのに、何度も鳥肌が立ちましたね。多分、だから会場で聴いていた子らはみんなさらにそうだったんだろうなって気もしたら、で、あのグループ審査の時にありましたけど、レオくんと同じチームだったんですね。でもなんか、今となりゃみんなね、あの11人、まあ7人、BE:FIRST の7人と、それからね、るいくん、蘭くん、れいくん、翔太くん含めて11人仲良しだし、なんだったら、直樹くんたち15人含めてみんな仲良しだけれど、
あの時はね、本当に会ってから2日とかの段階だったわけだから、ね、全然その、まあお互いにね、まあライバル同士って感じでもあったしね、まあ全然話とかもね、目も合わせないしみたいな、今となったら不思議ですが、まあ当たり前ですよね。最初から知り合いだったはずがないからっていうね、そういうことで。で、あの日のザ・ファーストの中でも11人が揃って会話するシーンとかでも、レオくんがね、11人の会話の時もガンガン回しててね、相変わらず頼もしいな、この子はって思いましたね。やっぱレオくんはね、ああいうところでは率先して回してくれると。なんかね、そういうタイプがね、いるっていうのが結構ね、強みだなっていう気がする。ジュノンくんもね、結構ボケボケキャラで面白い人だなっていうところもあるけど、ね、なんかそこの部分も。そう、ルイくんがね、ジュノンくんと仲良かったって話をニコプチでもしていたし、ね、最年少なんだけどルイくんね、まあ最年長ではないけれども、ほぼほぼ上の方であるジュノンくん、10個離れてるジュノンくんとね、遊んでたっていうのがね、いいですよね。なんかタラちゃんの真似とかお風呂でしてた話とかも結構やべえなって思ったりもするしで、なんかね、未経験でも家で歌っているっていう話を、スカイハイさんのレコーディングの時に行った時の真相っていうのが話されていて、あれなんですね、父親がバンドマンで妹さんがシンガーソングライターなんですね。で、実は音楽一家だったっていう話で、でジュノン君自体も韓国でデビューする予定があったみたいなところの話があり、でも、まあ、まとめサイトの話なんでちょっと定かじゃないんですが、メンバーのスキャンダルが、ジュノン君じゃないメンバーのスキャンダルで結局練習とかも始める前にその話がなくなっちゃったみたいな話があったようです。まあそれも含めて、ね、就職先決まってたってのも含めて、結局そこがね、もしあったらそっちに行っちゃってたわけだから、まあジュノン君だから結局いろいろ本人的にも思うところあったと思うんだけれども、結果的に BE:FIRST のメンバーとしてデビューしてくれて本当に良かったなっていう風に思ったりします。でね、このあの人の THE:FIRST が結局日審査からずっとねやってって、クリエイティブ審査だったりとか VS プロ審査だったりとか全部ね、ハイライトとして流してて、いや本当にたっぷりでしたね。なんか見返していろいろと見ようかなっていう人いっぱいいると思うんですけど、多分このあの日の THE:FIRST を見てると結構ハイライトで見返すことができるから、これで結局自分の中でザ・ファーストを見てきて、まあ、ちょっと忘れかけてる記憶とかあったとして、かなり補完できるんじゃないかなって気がしてて、そういう意味合いでもこのあの日のザ・ファーストはおすすめですね。で、ジュノン君ね、チーム B、クリエイティブ審査でチーム B だったけど、チーム B はあんまりうまくいかなくてね、でもグッデイズね、今聞くとね、すごい響くね、あの歌詞が。うん。結局、あの時の関係性、あんまちょっと険悪になっちゃったあの関係性があってから、そこから回復してからの今の状態っていうのがあるから、ドラマとして本当にすごい、いいなっていう、まあドラマじゃなくてドキュメンタリー、現実の話で起こった話なんだけれど、今となれば響くなって気がする。まあ当時ね、私チーム A めっちゃ推してましたからね、直樹くんがいたから、そういうのもありましたけど、今聞くとチーム B の歌詞めっちゃ響きました。他もいろんな話してましたね。マナトくんから歌締めのジュノンっていう異名もらってましたが、マナトくんも面白いっすよね。最初そんな感じと思わなかったけれども、結構逆戦の人だって話もあるしね。うん。あとなんかね、りょんりょん先生のレッスンの話をしてて、りょんりょん先生のボイスレッスンってメンタルのケアの話なんかも結構多くて、そこの部分もあってって話があって、だからBE:FIRST のみんなのメンタルの部分が強いように思うのはりょんりょん先生のおかげもあったんだろうなって気がする。で、なんか単純にボーカルトレーニングだけをするんじゃなくてメンタルのケアもしてくれるっていうところの話、さすがりょんりょん先生だなって思ったね。確かにリサさんもね、グレンゲので有名なリサさんもすごいりょんりょん先生支えてくださってるみたいですしね。で、復帰もされたようですから、いや本当に良かったなっていう風に思います。まあ夫の声優の方もね、声優さんの方も私もその人が出てるアニメ見たことも何個もあるから複雑なんだけれども、まあその話は今回話しても関係ないですから。あとね、そのジュノン君にピックアップしたところじゃない部分で、11人にピックアップしたところのコーナーみたいなのもあったけれどもね、11人の中で一番ふざけていた人っていうところでね、私のね、最推しであったルイ君がね、見事4人の票を得て、トップになってました。拍手するところなのかな。で、ここがやっぱジュノン君とのエピソードがあるみたいで、ビーフリー本番前日にルイ君とジュノン君がふざけてて、ジュノン君の歯が欠けたっていうね、最年長じゃないけどね、年上組と、ほぼ最年長組とね、最年少何してんじゃんって話ですよね。まあ、可愛いなって思いますけど、ルイ君の話もいっぱいしててね、よかった。ルイ君は8時を過ぎると日本語が通じなくなるらしいぜっていうことでね、みんなから愛されているゆえなのかなって気もするな。で、クラブ JRL のところで、あれですね、
クリエイティブ審査ネオのところの話だけれど、ここがなんかソータくんが言ってた話で、要するに3人ともね、クラブ JRL 当時のね、ツイッターもすごいね、湧くぐらいにもセクシーだったわけですけど、ソータくんがすごいいい表現をしてましたね。あのリョウキくんが光、レオくんが光でバーッと出すんだけど、ジュノンくんが逆に暗さで、いわゆるエロさ、あのそういうセクシーさを表現してたっていう風にソータくんが言ってたと。あ、なるほどなと。やっぱあのさすが見てるなって気がしますね、全員のことをね。で、その自分のキャラを生かして表現できてしまうっていうところの部分がすごい、あのジュノン君羨ましいなってみんなに言われてました。言ってたのはレオ君かな。で、ソータ君とマナト君も表現っていうのが、その表現のその幅っていうのが当時のその時の課題だったわけだけど、ジュノン君はその表現っていう部分で自分のキャラ生かしちゃうっていうところの話、そこっていうところは、まあ、私なんかでは気づけませんでして、あ、すごいんだなって思いましたね。もうね、たっぷりのね、47分間でした。なんかね、短かったような長かったような、2時間分ぐらいの番組見ていたような感覚でしたよ。本当にたっぷりでしたね。うん、嬉しかった、これは。で、多分ずっとこの画像に載ってますけど、なんか本当にね、これ、多分皆さんもね、これ気をつけた方がいいか、まあ嬉しい感じの気をつけ方だけど、皆さんの推しの子じゃなくても、見ることによって、あの、好き度が上がっちゃう可能性があってね、推しが増える可能性がございますから、ぜひぜひ皆さん気をつけてください。はい、はい、私も気をつける、はい、で、なんか10人から言われて、あ、ジュノン君がね、10人から言われて印象に残っているというか嬉しかったのが、ダンス上手くなったねって言われるとっていう話っていうことも言ってましたし、で、なんかジュノン君もね、結構ふざけるタイプっていうところもあったりして、とても面白い人だなっていうのもあるし、で、歌は抜群に上手いっていうところもあってね、ムードメーカーっていう感じになりますけれど、なんかすごく魅力的なメンバーだなっていうところもあるし、いろんなことが知れました。もう何回でも見れますね、このあの日のザファーストね。そして次回はね、しゅんとくんの回みたいでございましてね、はい、この間コラボをさせていただいた丸山ゆんさんはしゅんとくん推しらしいので、これはとてもいいんじゃないかなって思いますね。はい、そんな感じでとてもいい番組でしたね。皆さんはどう思われましたでしょうか。印象に残ったところなど、よかったらコメントで教えてください。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。